それが無印良品の最大の良さだと思っていまして、他のブランドにはですね。こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画では、僕が最近ですね、無印良品で買ってすごく良かったですね、アイテムを皆さんにですね、5つご紹介してみたいなというふうに思っています。僕はですね、定期的に無印良品のお店は訪れていまして、その中でですね、何かいいものはないかなと常に探しているんですね。まあ、皆さんと同じように無印良品を愛用しているわけなんですが、まあ、割とですね、店内はベーシックで定番的なものが多いので、そんなに新鮮さのあるものって見つかりづらいんですが、でもですね、よく見てると、あれこれ新商品かなとか、これは今まで気づかなかったなっていうものがですね、ちょこちょこあったりするんですね。まあ、最近もですね、無印の店内をくまなく探していたところ、結構気になるものが見つかったので、今回は実際に購入をして、皆さんにご紹介ができればなというふうに思っています。どのアイテムに関してもですね、派手さはないんですよね。ここが無印の最大の特徴だと思うんですね。そんなに派手さはないんだけども、日々の生活の中で確実に使えるというもの。それがですね、この無印商品の最大の特徴だと思ってますので、ぜひ皆さんですね、店舗ですとかオンラインで見ながら、皆さんの生活に合ったものをですね、買い揃えていただければなというふうに思っています。こちらのチャンネルでは大人の男性に向けて、メンズファッションの今日をですね、なるべくわかりやすく解説をしています。もう少し中級者向けのアイテムですとかコーディネートに関してはですね、僕がもう一つ運営してます YouTube のメンバーシップ動画の方でも解説をしますので、よかったらそちらの方も動画の下のですね、説明欄にリンクを貼っておりますので、チェックをしていただければなと思っています。それでは早速いってみましょう。はい、ということで早速ですね、一つ目のアイテムから解説をしたいなと思うんですが、どれにしようかな。まずはですね、この靴下ですね。まあ、最近はですね、僕は靴下洗濯するときに意外とですね、こういった白ソックスを履くことが多くなってきたんですね。こういった白ソックスって僕ら30代、40代世代からするとダサい靴下の代表じゃないのというようなイメージだとか、学生時代に履いたイメージがあるかなと思うんですが、ここ数年はですね、メンズファッションの中で一つのトレンドアイテムになってまして、僕もですね、生活の中でちょこちょこと使うようになったんですね。ただこの白ソックスというのは皆さんも想像がつくかなと思うんですが、やっぱりですね、汚れやすいので消耗品だなというふうに思ってるんですね。ですのであんまり高いものを買ってもそこまで長く使えるということではないので、僕はですね、1足あたりの価格帯というのはある程度抑えるようにしてるんですね。そこでいろいろと調べてみた結果、結構ですね、無印良品のこの靴下、すごくバランスが良くて、僕も最近は気に入って何枚か買ってるんですね。白ソックスであれば何でもいいというわけではなくて、個人的にですね、おすすめしたいのは、このリブがですね、ある程度太いもの、それがバランスがいいなと思ってるんですね。結構細かいものになると、本当の白靴下っていう感じになってしまって、おしゃれかどうかがですね、なかなか伝わりづらいんですね。その点、こちらの無印のソックスに関しては、リブが結構ですね、太めになっていまして、すごくバランスのいい作りになってるんですね。そして肌触りもいいですし、伸縮性もあって、これは長時間履いててもですね、ストレスにならないので、すごくですね、地味なんだけどいいアイテムだなというふうに思っています。そして無印良品の靴下って特徴的なのは、かかとですね。かかとがですね、L 字と言いますか直角になっていまして、足にですね、すごくフィットしやすいんですね。まあこういった点がですね、無印良品の地味だけど使いやすいポイントなのかなというふうに思っています。素材に関してもオーガニックコットンを使っているので肌触りもいいですし、これはガンガンに使える白ソックスの定番になるのかなと思ってますので、ぜひ皆さんもですね、最初は見慣れないと思うんですね。白ソックス違和感があるかなと思うんですが、少しずつでもいいので、こういったものにトライしながらですね、皆さんのソックスのバリエーションを広げていただければなと思っています。はい、続いて2つ目のアイテムなんですが、こちらですね。まあ、いわゆるですね、スリッパなんですけども、無印良品はルームシューズと呼んでいるんですね。これまたですね、すごくバランスのいいデザインで、地味なんですけども、すごく使いやすいなというふうに思っています。まあ、皆さんスリッパって使ってますか？僕は事務所ですとか自宅では必ずスリッパを履いてるんですけども、やっぱりこういったものがあることで足があったかいので、すごく便利だなというふうに思うんですね。ただ、スリッパもですね、いろんなブランドから出していまして、安いものになると、ユニクロだとか、無印良品だとか、このあたりが代表的なんですが、選択肢がですね、結構広いので、どれを選べばいいのかなかなか分かりづらいかなと思うんですが、この無印良品のですね、ルームシューズに関しては、すごくバランスがいいですね。まず、色合いが僕は気に入りまして、これ、チャコールグレーなんですね。
まあ、最近僕は服においてもチャコールグレーの選択肢が増えてるんですけども、色合いがですね深めのグレーですごく上品な雰囲気がして、インテリアにもですね馴染みやすいんですね。この色合いに僕は惚れ込んでしまって、最近はこれを使っているんですが、非常に軽いですし、あとソール部分が少し高めになっていて弾力もあるので履き心地も抜群にいいんですね。そういった機能的な部分にもですねしっかりと考慮されているのが無印良品のスリッパで、すごくですねこれは気に入っています。スリッパというとどうしても生活感が溢れてしまって、あんまりかっこいいイメージがないんですが、これであれば上品に使えるかなと思うので、ぜひ皆さんもですねチェックしていただきたいなというふうに思っています。価格も税込み1290円ということで、すごくですね買いやすいですよね。正直ですねスリッパに関しては高いものだと3000円だとか5000円レベルのものもたくさんあるんですが、そうなるとですねやっぱり何年も何年も履けるものではないので、ちょっと躊躇してしまうんですが、こちらのようにですね1000円台前半であれば気軽に入れ替えもしやすいので、すごくですね無印のスリッパというのは僕は狙い目なんじゃないのかなというふうに思っています。ぜひ皆さんもチェックしていただければなというふうに思っています。はい、続いて3点目のアイテムなんですけども、こちらですね、なんだかわかりますかね。こちらはですね折りたたみの傘なんですね。これ買ったのは実は2本目なんですけども、普段から僕はバッグの中には折りたたみの傘を入れるようにしてるんですね。突然の雨の時にビニール傘を買うというのは僕はなるべく避けたいんですね。しかもビニール傘って長くてかさばるじゃないですか。なので移動の時にも邪魔になってしまうので、僕はなるべくですね軽量の折りたたみ傘というものをですね愛用するようにしてるんですけども、いろんなものを使ってみたんですが、その中でも断然小さくて軽いのが無印良品のこの折りたたみの傘だったんですね。ユニクロもですね結構いいものを出してるんですけども、両者を比較してみると無印の方がちっちゃくて軽いんですね。ですので個人的に鉄板はこちらの無印良品の折りたたみの傘なのかなというふうに思っています。かなりちっちゃいですよね。この大きさだともちろんトートバッグには入りますし、あとはですねクラッチバッグなんかにも入ってしまうので、すごく便利なんですよね。正直雨はですねがっちり防げなくてもいいんですよ。もうめちゃくちゃ当たるのを避けられれば十分なので、僕は日々ですねコンパクトに収納できる方がいいなと思っていまして、このサイズのものを使うようにしています。まあ、見ていただくと分かる通りちっちゃいですよね。ちょっと広げてみたいと思うんですが、広げたところでもそのコンパクトさというのは損なわれないんですね。こんな感じです。はい、どうでしょうか。まあ、これぐらいあれば十分入れますよね。なんか不思議な絵になってますが、全然問題ないです。僕が今使っているものはですね、もう2年ぐらい使ってるんですが、まだへたれないんですが、一応ですね、事務所用にこちらは置いときたいなと思って今回購入しました。まあブラックでシンプルな作りになってまして、デザイン的にはですね、可もなく不可もなく、でもそれがいいんですよね。なんだかんだでデザインに特徴がない方が使いやすいので、あとはサイズ感とか軽さ、ここがしっかりと担保されていることが大事かなと思っています。まあ折りたたみも簡単ですね。こんな具合でコンパクトにまとめることができるので、すごい使い勝手がいいですね。で、最近ですね、僕はこの袋をですね、なくしてしまったんですね。よく皆さんもこれなくさないですか？僕はね、よく物をなくす性格なので、ちょこちょここういったものがなくなってしまうんですが、これ単体でも売ってるんですね。ですので、物をなくしやすい僕にもですね、すごくありがたいのが、無印良品の商品なのかなというふうに思っています。コンパクトにまとめて軽量。やっぱりそれがですね、折りたたみ傘における一番のですね、僕が求めるポイントなので、これはめちゃくちゃ使いやすいので、ぜひ皆さんチェックをしていただければなと思っています。はい、続いて4点目のアイテムなんですけども、これですね。なんだかわかりますか？これは霧吹きになるんですけども、何が違うのかというと、サイズですね。かなりちっちゃいですよね。手のひらサイズでここまで小さい霧吹きって僕は珍しいんじゃないのかなというふうに思っています。これは何に使うのかというと、まあ様々な場面で活用するんですけども、僕はですね、植物の葉蜜をあげる際にですね、こちらを使うんですね。まあ僕の事務所ですとか自宅両方そうなんですけども、結構植物がいろいろあるんですね。例えば後ろにもですね、何点かありますし、あとこちらにもありますね。特に僕はエアプランツ系が好きなのでよく購入してこういったものを育てているわけなんですが、こういったものにはですね葉蜜をあげる必要がありまして、その時にですねこういったボトルスプレーがあるとすごく便利なんですね。
ですが、結構ですね、どの霧吹きに関してもですね、結構大きめのが大きくて、部屋の中でもですね、主張が強くて、僕はあんまり好きじゃないんですね。で、たまたま見つけたのがこちらのスプレーなんですけども、とにかくコンパクトで、水の入る量としてはそんなに多くはないんですが、十分なんですよね。あまりたくさん水を入れすぎて、それをずっと使い続けるのも、あんまりですね、水の状態が新鮮じゃなくなるので、良くないかなと思っていまして、これぐらいの量感で僕は十分なのかなと思うんですね。これはね、すごく使いやすいですし、何せ収納がしやすいんですよ。僕は自宅でもこれを使ってまして、何に使ってるのかというと、子供たちの寝癖を直すときにこちらを使って、髪の毛にシャッシャッと振りかけてるわけなんですけども、やっぱりですね、収納がしやすくて便利なんですよね。ですので、あらゆる場面でこういった霧吹き、コンパクトなものというのはですね、使い勝手がいいかなというふうに思っています。スプレーしてもですね、結構霧が細かいんですね。こんな具合で葉水だとかお水をあげたりするんですが、霧が細かくて、すごく使いやすいですね。この押し心地も結構小気味がいいので、僕はめちゃくちゃ気に入っていまして、この水をあげる瞬間がですね、僕の中での気持ちの切り替えになるので、すごくこれはですね、地味なんだけども使い勝手がいいアイテムかなというふうに思っています。まあよくこういった痒いところに手が届くようなアイテムが思いつくなって思いますよね。霧吹きなんていうのはありふれた商品なんですが、その中でもサイズをコンパクトにして、無印良品らしいですね、無駄のないデザインに収めるというところ、これがですね、個人的にはめちゃくちゃ満足している点なので、ぜひ皆さんもチェックしていただければなと思っています。はい、続いてラスト5点目なんですが、こちらですね。なんだかわかりますかね。これは日焼け止めミストというアイテムなんですね。そろそろ春を迎えまして、紫外線の多い時期になってくるかなと思うんですね。日焼け止めは欠かせない季節かなというふうに思っています。僕はですね、高校時代は陸上部だったので、ずっとですね、外で競技をしていたわけなんですね。その際にもですね、日焼け止めみたいなものは一切塗らなかったので、結構ですね、年を重ねてからシミが出てくるようになったんですね。これはね、僕の中でめちゃくちゃ後悔しているところで、あの頃親から日焼け止め塗れと言われたのに、僕は全部スルーしてしまったんですね。それは結構後悔をしていて、年を重ねた今からでも遅くないので、なるべくですね、日常的に日焼け止めを塗るようにしてるんですね。こういった日々のケアというのは数年後に結果が出るので、僕はですね、日焼け止めを塗るようにしてるんですが、朝外出前には日焼け止めを塗るんですけども、それもですね、一回塗れば一日中持つというわけではなくて、外出中にですね、やっぱり何回か塗り直しができた方がいいかなと思うんですけども、どうしても外出先で日焼け止めを蓋を開けて絞って手にこう塗って顔に塗るっていう手間ってですね、めんどくさいなと思うんですよね。まあそんな時にあると便利なのが、この日焼け止めのミストなんですね。これはスプレータイプになっているので、シュッと顔に吹くだけで、簡単にですね、日焼け止めを塗ることができるんですね。この手間のかからなさ、そしてサイズ感、それが最高で、これまたですね、バッグの中に僕は収納しておくんですね。特にこれから春夏に関しては、ちょっと日差しが強い午後だとか、そういった時にはですね、顔にシュッと振りかけて、伸ばせばですね、便利かなと思うので、今回購入をしました。ちょっとやってみますね。こんな感じですね。ちょっと今鼻に入って苦しいんですけども、まあ、ちょっと向きとか考えながらやる必要があるかなと思うんですが、顔にまんべんなくかかるので、あとはこのようにですね、伸ばしてもらえば日焼け止めを塗ることが完了するので、結構便利かなというふうに思っています。そこそこ匂いがあるので、やり方は気をつける必要があるかなと思うんですが、こういったものでですね、日常的に日焼け止めを塗ってもらうと、ある程度シミを防ぐこともできますし、あとほくろが大きくなったりすることも防げるかなと思うので、男性こそですね、こういった日焼け止めの習慣というところ、ぜひチェックをしていただければなというふうに思っています。はい、ということで今回の動画では、最近僕がですね、無印良品で買った5つのアイテムをですね、皆さんにご紹介をさせていただきました。どれを見てもやっぱり派手さはないんですね。改めて絵にしてみると地味だなぁと思うんですけども、どれもですね、日々の生活の中でじわりじわりと便利だなぁっていうのを実感するんですね。それが無印良品の最大の良さだと思っていまして、他のブランドにはですね、真似ができないポイントかなと思っています。どれも価格帯はですね、すごく抑えめで気軽に買いやすいものかなと思うので、ぜひ皆さんもですね、店舗ですとかオンラインでチェックをしていただきたいなというふうに思っています。
これからもですね、こちらのチャンネルでは、僕たち30代、40代の大人の世代に合うような無印の便利なアイテムですとか、あとは定番のユニクロですとか、あとは GU ですとか、グローバルワークですとか、なるべく手軽で手に取りやすい商品を皆さんにどんどんレビューをしていきたいなというふうに思ってますので、よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それでは皆さん、次回の動画もお楽しみに。おしゃれ初心者から中級者へステップアップしませんか？限定動画では中級者向けのアイテム、コーディネートからライフスタイルまで発信。皆さんからのご質問のほか、無料動画では語れないスタイリストの本音もお伝えします。大山旬のメンバーシップチャンネル。